ゃあ始めまして、あのアンダーデアルタガコード F のボーカルギターの花火と言います。ベロさんお疲れ様でした。お疲れ様でした、まあ、ざっとさらっとメンバー紹介しますと、まあ、先いろいろちょっと名前バレしてたんですけど、あのギターのジョーです、はい、あとベースのナッキャ、キーボードのナオネイ、ドラムのサイクロン。サイクロンの意味はあんまりあの深く考えない方がいいと思うんで、はい、サイクロン。まあそれではあの時間も押してると思うんで、あの早速あの1曲目いきたいと思います。1曲目は、まあ、作詞作曲ジョーの、響きと言います。はい、それではせっかくの機会なんで盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。では響きです、どうぞ。いきます。だから何も言わないでくれ、過去にケリをつけてみせろよ。
続いて2曲目いかせていただきたいと思います。2曲目は、飛ぶしびっていう曲なんですけれども、ちょっと暗い感じの曲です。はい、じっくり聴いていただいたらいいと思いますんで、はい、いや、そんなことないで、やっぱ聴いてくれる人がおるだけでもこれはいいと思う。僕今日名古屋から来とるんですよ。僕だけ名古屋なんですよ、メンバーだから練習あるたびごめん来てって言われるんで、やっぱ僕的にはちょっと頑張らんとね、不完全燃焼で帰ったらなかなか。あ、これわざわざっていう拍手。あ、どうもありがとうございます。それでは続きまして、さっき言ったともしびちょっと暗い感じの曲で、サクサクとまたこいつなんですけど、作ってたんですけど、なぜかだん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 リメイクを重ねるたびにちょっとロックになってきたとまあちょっとそういう絡みもあるんで、じっくり聴いていただいたらいいと思います。それではともしびいきます、どうぞ。
1曲目2曲目とこう響き灯火ときたんで、これなんか漢字一文字なんですよね。まあ先ほどこうギターのジョーが作ったっていうことなんですけど、3曲目の曲名はとりあえずシングソング、まあ全然何の脈絡もないところでいきなり英語なんですけれども、一応まあ作ったのはだから一応僕になります。ありがとうございます。作詞作曲して、まあこういう場で披露させていただくっていうのはなんか自分の中ではすごい初めてなんで、ちょっと自分がやった人が作ったのをなんか歌うってことがいっぱいあったんですけど、自分のやつっていうのは恥ずかしいのがちょっとあるんですね、こそばがゆえ感じ、はい、で、あの温かい目で聴いていただいたら助かると思います。それでは3曲目シングソングです。聴いてください。どうぞ。
ありがとうございました。